私は幸町連合振興協会の会長千葉と言います。よろしくお願いします。まずは幸町というのはですね、位置的には浪速区の北の端を押さえておりまして、道頓堀川の南側に位置します。で、非常にこう南北は約800メートルぐらい、東西が約2キロ弱の非常に細長い地域ですね。で、浪速区の中でちょっと違うところがですね、義務教育の小学校、中学校が、調整区でありまして、皆さん、子どもたちは道頓堀川を渡って向かいの日吉小学校、中学校は堀江中学校に通学しています。で、まあ、地域の中で、一番顕著に、有名というんですか、大阪市民の多くの人が知ってらっしゃる記念碑がありまして、それは、幸町の東の端から西の端まで銀河町に約2キロ弱あるんですが、その西の端、大正橋の東側の麓にですね、安政の大地震、大津波の記念碑が残されております。それが文化財として認定を受けている。9月の1日の日本経済新聞にも、その幸町の記念について掲載されておりましたので、読んでいただければ幸いだと思います。連合ができる前からずっと続いているというイベントはですね、幸町の布団大工祭りというのが夏になったら行われます。これは今は子どもたちがメインになって大きなだんじりを栄光するんですけれども、このだんじりは昭和30年の中頃に幸町の皆さんが起業して、作り上げたものなんですが、当初は幸町だけを栄光巡行しておったんですが、今ではそう子どもたちも少なくなって、生きても少なくなって、数着ても少なくなって、今はもう校区、小学校校区、中学校校区までですね、延長して栄光しているようになってきました。その辺のマネジメントが、ちょっと大変なのかなと思います。もう一つは、特筆すべきは、幸町が主体になりまして、夏になると、気象狩りをやります。これは国の教育支援機関の援助をいただきまして、そして毎年、神奈川までですね、指揮官、そして場合によっては、気象狩りなんかをやってまして、非常にその地引き網でも非常に大きな魚がお土産ですね、みんな持って帰りました。生きた飛んでる魚を見るのは初めてで、この地域の子たちは魚といえばもうスーパーでパックに入ってるのが魚だと思ってますので、実は非常に生きた魚をですね、目の前にしてそれ触れるという非常にも楽しい一日を送っているようです。これはどうしても2年度以降も継続してやっていきたいなとこう思っております。この幸町というのは何百年、非常にたくさんの連合がありまして、歴史がある中で一番新しい、連合区ですね。で、今いろんなものに取り組んでるんですけれども、今年度は子育てサークルを立ち上げて、そしてできましたら続いて近々100歳体操と、お年寄りのそういう健康のための、行事をやりたい。以前は
あのそういう子どもたちの雪き雨とか、あるいはあのいろんなラジオ体操だとか、でも餅つきとか、そういうのは連合ができるまでは全くしてなかったんですけど、連合ができたからそういうのを取り組み始めましたし、できましたし、また小さい子どもたちを見舞いました。小さい子どもたち、それを育てていらっしゃる保護者のお母さん等にですね、ためにこういう子育てサロンを開催することができます。そして次に高齢者のために、今度は健康を意識して、宅災体操、これも実施いたします。この辺を全てやりきれば、一応ですね、あの地域としては小さい子どもからお年寄りまで、やっぱり広い世代の人たちの行事が一応できるのではないかと思います。あとは防災関係、防災リーダー等をですね、しっかりと育成して、いざ取り組むための準備は、常日頃行っていきたいと、こう思います。